きお金の話出たと思うんですけど、億万長者に何が何でもなりたい人ってどれぐらいいます？どんな手を使ってもなりたい人だよ。どんな状況にあっても必ず億万長者になってやるぞっていう思ってる人、結構多いですね。すごいですね。ギラギラ感があんまないんですけど、何が何でも億万長者になってやるぞと思ってるのに1万円取られちゃダメじゃないですか。あれ1万円取られるってことは10万円取られるし100万円取られるし、いくら持ってても全部なくなっちゃうってことですからね。やっぱり何が何でも億万長者になってやるぞという思ってると思い込んでるだけで、まだみんな思ってないと思います。そこがちゃんと思えないと億万長者になれません。ただ億万長者をね、目指すことよりも目先のちっちゃな成功を積み重ねることを先にやった方が私はいいと思ってるんですね。億万長者になるにしてもですよ、なるにしてもちょっとした成功も実現できないのに、じゃあ億万長者になれますか。自分が決めたこと、例えば毎朝5時に起きるって決めるとするじゃないですか。翌日からもう寝坊みたいな。決めたのに、あ、できなかった、しょうがないや、まあいいかってなってることがね、多分いっぱいあると思うんですよ、その億万長者になる以前に。でね、朝5時に起きるはちょっと極端ですけれども、5時に起きるって決めたんだったら何が何でもやらなきゃいけないんですよ。それができた時に初めて億万長者になるって決めたらなれるっていう自分になれるんですね。だからちっちゃいことで決めたんだけどできてないこと一つでもある人、全員ですよね、全員そうですよね。でみんなね、さっき明確な目標って言ってたんですけど、明確に目標を、ね、立てるの嫌うんですよ。なんでかっていうと、それが実現できなかった時の逃げ道を自分でちゃんと用意して、自分で、あ、でも今日は風邪ひいてたからしょうがないとか、もしかしたらできないかもしれないけどできるだけ頑張ろうとかっていうふうに逃げ道ちゃんと用意してんですよ、最初から。ってことは億万長者に何が何でもなるって今手を挙げたけど、逃げ道用意してないですか。だけどやっぱり子供がちっちゃいからしょうがないとか、そうは言ってももう年だからしょうがないとか、何かしらの逃げ道でみんな用意してるんですよ。だから叶わないと。その逃げ道を立ってあげれば全員誰でも億万長者になれますし、億万長者になりたいと思ってなければ別なね、何かやりたいと思っていること全部叶います。まず逃げ道立ってください、退路立ってください。逃げ道があるから逃げ込むんですよ。逃げ道なかったら逃げれないんですからね。だってもしね、敵が攻めてきて、もう一人で敵は1万人とかいると、でそこに穴があったらそこ入りません？入りますよね、誰でも。そういう状況になった時にも、いや必ず勝ってやるって戦いに行くためには穴があっちゃいけないんですよ。どこにも逃げ道がなかったら撃って出るしかないじゃないですか。まずそういう状態にしなきゃいけないということです。で今日はとっても少人数なので、私が今までいろんなことを成功させてきた、まあすごい秘密があるんですけれども、今まで誰にも教えてないんですが、それを教えちゃおうかななんて思いますけど、聞きたい人聞きたいですよね。はい、じゃあ教えます。成功するためのアプローチは2つしかないです。この2つを同時にやった人が成功します。1つ目。